どうも、ナツメグです。どうも、なるみです。やれやれ。お、歩きか。そういえば、なんかお便り来てたんですけど。はい。ラジオネーム、マクマクさん。なるみさん、ナツメさん、大変です。ユニクロが村上春樹とコラボで T シャツを出したという、エイプリルフールみたいな記事を今さっき目にしてしまいました。私はノルウェーの森以前の村上作品ファン。かっこ、以後の作品ほとんど読んでいません。ですが、意味がわかりません。どういうことなのか、どんぐり FM でお二人の見解をよろしくお願いします。ラジオネームマクマクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。へぇー。マジ、はあ、見てみよう。あ、ほんとだ。え、村上ラジオとのコラボ？ほんとだ。はぁ、あ。村上ラジオって胸に書いてあるんですね。うん、そうね。あと特別柄 UT プレゼントキャンペーンっていうか、特別なキャンペーンで対象の村上作品を買うと120名様に非売品の特別の T シャツが当たるっていうのあるんですけど、うん、これの柄は風の歌を聴けの表紙ですね。こっちはちょっといいですね。あーでもこれまあ買っちゃうな。買っちゃうんじゃないこれ。いやこれダンスダンスダンス柄とかいいもんな。気に入ってんじゃん。あとそう1973年のピンボールもすごくいいわ。この初期の3部作ね、僕好きなんすよね。風の歌を聴け、ピンボール、ダンスダンスダンスの3部作、あ違う、羊を巡る冒険が入って4部作ですかね一応。うん、あそう今さあれだよね、しかもユニクロのさ雑誌あるじゃん。ユニクロマガジンだっけ。ユニクロの雑誌、あのね、ユニクロの店舗で配ってるのよ。へえ、そういうのがある。ユニクロマガジンだったかな。あの、しかもすごい、すごい高品質な雑誌でさ、完全にあの、ファッション誌の偉い人をユニクロに引っ張ってきて、へえ、すごい。作ってるからさ、そうやってんの。で、今回のユニクロマガジンは確か村上春樹出てるって言ったからさ、へえ、まあ、これのつながりなんだね。あと、ピンバッジ、これいいね。いいんだ。羊男出てるもんな、これな。いいんだ。いいじゃん、うん、ファンに刺さってるじゃん。これはもうちょっとファンにはまあたまんないと思いますよ。へえ、うん、ただね、村上春樹がここまで大衆的なものに迎合したんだなっていうのは、うん、ある一面では寂しさも感じるんですよ、はい、とはいえ買ってしまいそうですねっていうね、はい、複雑な感じ。村上春樹っていくつなの。49年生まれ。72歳らしいですね。2歳か。だからもうこれ就活だと思うんですよ、うん、終末の活動、ね、そう、終わりの活動、なんか自分の名前残しに行ってるなっていうのがじわじわ感じて寂しさもあるし、うん、ただこの羊男とか初期三部作のイラストっていうのはすごいポップでさ、うん、T シャツに合うなっていうふうに思うから、これはいいっすね。ただこれを着てるやつっていうのはもうね、何その、何そのいいならいいで着ればいいし、うん、嫌なら嫌で、家の中で家の中で着たいなっていう感じですかね。へえ、かわいいな、これはもう。この月のやつは何ですか？騎士団長殺し？月のマークのやつ。月のやつは1984ですね。1984の。うん。あと、スプートニクの恋人のやつが結構渋くていいですね。バーのやつ？とね、表面に、スプートニックスイートハートっていう英語で書いてあって、背中に、なんだろう、あの、流れ星。地球みたいなやつ。そうそうそう。はいはいはい。ああ。スプートニク恋人結構ね、地味でけどいい作品で、そんな有名じゃない感じするから、とかいいんじゃないですか。うん、すげえ、ノルウェーの森と同じような、本当に同じような色で。そうだね。これ表紙と同じ多分色っすよね。色ですね、赤と緑ですね、はい。これさ、でも、ノーウィジアンウッドって書いて、ハルキ村上ドーンってあるのはちょっとあれだよな。じゃあ、うん。何の T シャツだったらよかったっすか？僕はやっぱ、パスタとかどうすか？あとドーナツとか、サンドイッチとかなんか、ちょっと村上ハルキを連想する、ちょっとした食べ物とか。はいはい。いい。いいかなと思ったけどね。だって気をつけないと、じゃあ村上春樹だから春樹村上でイニシャル取るかってやると H&M になっちゃいますからね。あれ H&M かなってなっちゃうから。あれ安いのかなってなっちゃうから、ね、安いのかなってなっちゃう。違うの、これはこれ2万円するの。いやいや H&M でしょ、違うのってなっちゃうから。ユニクロも安いからまあいいんだけどさ。H&M はちょっと良くないね。良くはない、良くない、うん、なんだろうな。なんか僕ならこれでも村上ラジオ の後ろとかはそうなってんのかな。あの英語で一節を書いてほしいですね。あのいい感じの
なんやれやれみたいな、YARE みたいな英語じゃないけどね、英語じゃないけど、うん、でもすげえそれちょっと欲しいかもな、僕欲しくなっでもさ、ここの胸に思いっきりやれやれってアルファベットだったらちょっといいよね。あれエール大学かなそれみたいになってさカレッジティーかなみたいになって、いやーいろんなやり方からな。一つ目、うん、僕 T シャツいろんな T シャツ企業系のね集めてたので、うん、T シャツ評論家としては一つ目分かりやすいパターン、シンプルイザベスト、それは Facebook だと胸に Facebook、うん、はいはい、あれいいですよね。 Google ならロゴ T ですよね。 Google って入ってる一個だけで、それが一個ですね、うん、であともう一個は分かる人は分かる、うん、なんだろうな、あじゃああれはただ真っ白なとこに線が入っててさ、ちょっと空間っぽく見えて、うん、あの始まりのあのエレベーターのやつ、エレベーターだなってわかんねえ。もうちょっと例えば Google で人気のステッカーの一個で、うん、ロゴを Google のロゴをすごい拡大して、なんだろう、黄色っぽいとか赤っぽい G の端っこと O の端っことかだけを撮ってるんですよ。そうすると見る人からすると、あれって Google のロゴだなってわかるけど、知らない人からしたら全然わかんないけど、大体の人が、あー Google のロゴかもねってわかる、ちょっと崩すみたいな、うん、でもわかる人はおーってな、はいはい、それぐらいは普通にも着れるよみたいな、うんうんうん、なんだろう、なんか象徴的なのはあるんですかね。だってノルウェーの森だよっつって一個木生やしててもよくわかんないじゃないですか。そうだな、ノルウェーっていう国の国旗と木が森クイズみたいになってるの、なんか謎なすぎるなんだろう、なんだろうね、うん、これいいお題ですね。センス問われる、めっちゃ売れるのも作れそう。これさ、やりすぎる、大体まあファンか考えるとすげえマニアックなんだよね。うん、でもね、それぐらいの方がいいんじゃないですか。まあそうだよね、うん、分かった分かった、もうよくあるあなたはそれ胸になんて書いてあるんですか T シャツみたいなのの、うん、ちょっとおしゃれなフォントで、でそれがなんだろう、やれやれみたいなね、中に出てくる有名な、例えばカフカって多分最後って一番最後ってなんか私は目をつぶって世界の一部となったとかだと思うんですけど、例えばそれがね英語でスッて入ってるとか、はいはい、なんかさ、これもうオリジナル自分の好きな一節入れられるとかもいいっすよね。あ、作れるのを注文して、あそれいいかも。例えばジャンプラスっていつでも右下に、うん、T シャツマークがあって、うん、知ってます？知らない。ジャンププラスの漫画読んでると、うん、実は右下に T シャツボタンあって、うん、押すとそのシーン T シャツにできるんですよコマそれめっちゃいいじゃん、頭いい。とか村上春樹を Kindle 読んでると T シャツボタンがあって押すとそのでドラッグできてそうそうそう、文字数オーバーですって出るんでしょ、全部やろうとするとそうそう、あそれいいじゃん。完璧な文章など存在しないっつって T シャツなの、完璧な、なんだっけ、絶望が存在しないように、ね、存在しないようにそれぐらいやってもいいんじゃないですか。もう大作家なんだから日本代表するね。確かに、いやそれどこにするかは結構センス問われるな。そうするとさ、外来てってもさ、俺が一番マニアックでしょこのフレーズみたいなさ、あとおしゃれでしょっていうね、そうそう、マニアックマウンティング取れるのよ。はい、うん、あれって本になってないデビュー作のみたいなそうそうそうえそれ雑誌しかなってないじゃんえそれ公園で喋っただけのやつじゃんそれポパイのインタビューから取ってきたやつだみたいなそう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 いい、それいいよね、それだな。うん、いやでも、この村上春樹シリーズいいわ。何が買うと思う、僕は。結構これはいいですね。の、うん、この村上ラジオってあれですよね、東京 FM で日曜だかなの夜にやってるやつですよね。そうっすね。なんか夜に村上春樹がラジオやってた気がする。いやこのユニクロいいな気に入ってんじゃんよかった気に入ってるわ、なんだかんだ言ってこれいいわよかった。まあこれこういう有名な人、例えばジョジョとかもあるんですけど、うん、ファンから見ると違うよっていうのがあったり、おーいいねっていうのがあったり、結構ね有名であればあるほどむずいですよね。そうだね、うん、で関係者がジョジョとかはまだ大丈夫なんですけど、対して担当が好きじゃなかったら結構なんかなんでそんなことしちゃったのみたいなのになりますよね絶対、こういうのって。そうね、ユニクロの企業コラボってさ、うん、ほんと完璧にいいっていうのはないんだよね結局。うん、けど僕結構ユニクロのコラボってなんだろう、平均点高いイメージあるんですけど。まあまあいいんだけど、うんうん、その何その、うん、企業ごとにさ何パターンか出るじゃん、大体その中に1個ぐらい、あこれいいじゃんっていうのがあってさ、うん、あとなんか変なのもあって、大体1枚ぐらいいいのがあって、まあ、買っちゃったりするんだけどね。
僕今回あれですね、スプートニクの恋人とダンスダンスダンスは買おうかな。欲しくなってんじゃん。この2つはいいですね。あとね、なんだろう、小説も買って抽選に応募したいですね。もう気に入ってんじゃん。この風の歌を聴けの表紙の T シャツ欲しいですね。なるほどね。うん。まあ村上春樹のね、就活に付き合ってあげるのいいんじゃないですか、これ。うん。うん。どういうことなのか、どんぐり FM のお二人の見解をよろしくお願いします。で、僕たちの見解はいいんじゃない？はい、買います。はい。いや、おかげで知れました、この事実についてね。ね、ね、過去の絵なんか覚えてるのあります？ユニクロのコラボで。よかったな。よかったやつ。なんだろうな。なんだっけな。ね、僕最近山口めぐるっていう絵描いてる人、うんうん、アーティストの人がいて、その人とのコラボとかはうまいなと思いましたね。うんうん。それ T シャツとか T シャツとかやってましたね。そうそう、結構かっこいい、うんうん、イラストレーターっていうか普通にアーティストで画家さんなん。結構やってるよねそういうのね。何があったかなっていうか T シャツってすげえな、何年も変わってないのになんでこんなに。もうシンプルだからあれか、アーティストの発想だったりいろいろやりようがあるのか、コラボだったり、う、ね、うん、すげえな、未だにこんなにいろんなのが売れるのは。いやー、村上春樹持ってくるってすごいよな。すごいですね。なんだったら欲しいだろうな。僕はなんだろう、よくあるのはワンピース、ハンター、ハンター、ジョジョみたいな、そういうのとかね、ポケモンとかね、うん、そういうのは多分あんだよな。なんだろうね、程よいのがいいですね。程よいの、ちょっとマニアックなものが欲しくなっちゃうよね。うん、自分だけが好きみたいな。そうそう、どんぐり来てもおかしくない気がするんだよな。アフロ田中？アフロ田中。あれでしょ、ちょっとアフロ右下にモコモコってしたのだけ入ってるとかでしょ。そうだね。うん、そうだね。うん。それ着るって結構なんだろうな、メッセージというか、私これ好きですせ、うんうん、私はこういう人ですせっていうメッセージにも近いじゃないですか、そういうキャラ T 系。そうね。着るのって。なんか対策ほどさ、うん、例えばガンダムとかさ。エヴァンゲリオンとか、うん、ワンピースとか対策になるとあんまり着たくないですよね。そうなんだよね、めっちゃわかる。すごい最大公約数な柄になっちゃうじゃん、どうしても。うん、アパホテルとかかな。ねえ、僕も今イブクイックって言おうとした。アパ頭痛が多くていつも飲んでるんですよ。イロハスとか、まあ普通のなんか普段使ってるのでいいのかな。セブンイレブンとか欲しいですね。そのイロハスとかそういうのってあれですよ、多分売ってる、原宿で売ってそう。竹下通りに売ってる、うん、高校生買うやつ。サララチキンとかどうですか、セブンイレブン。ああ、そういうこと、そういうこと。いやでもなんか脱製非公式のがいっぱい売ってそうだな。そういうの、そう非公式で作るか、そんなの。コンビニものいいと思うけどね。ああ、なんだろう、コンビニもの、うん、何、じゃがりこみたいな。もうちょっとあれですよね、ファミチキとか、ね、ファミチキとか、そう、うん、いい、唐揚げくん。そうそうそう、うん、唐揚げくんありそう。ここに胸にちょっとワンポイントで唐揚げのちっちゃいだけあるみたいなさ、はいはい、よく見ると唐揚げくんじゃん。あ、もしくはなんかね、このポケットのところから唐揚げくんが唐揚げ持って顔出してるとかね。そうそうそう、 ありそう。そういうあんま主張しない感じでさ、うん、ローソンとセブンイレブンとユニクロがタイアップっつって。そうそうそう、それちょっと面白いですね。うん、それさ、あ、分かった分かった、あの、うん、セブンイレブンのコラボだったら何の T シャツがあったらこう、おお、その手があったか、その発想はってなります。わかった。僕は、レジの、なんか、18歳未満ですかとかの、ああいう、あれ、どこでも一緒か、どこでも一緒か。一緒だな。セブンしかなくて、かつ、あ、そこに目をつけたか、みたいなやつでしょ。あれじゃん？ T シャツがセブンの制服。柄。もう完全な。完全なね。あの、なんか、エンジとピンクの、なんか、はいはい、やつあるじゃん。あと、緑と黄色みたいな。あのセブンのバイトの服柄の T シャツ。それはセブンでコンビニで買い物できないな。恥ずかしくてセブン行けなくなっちゃった。もうさ、店内にそういうやつが10人ぐらい、誰がバイトだか分かんないみたいな。確かにね、うん、いやいや T シャツ、これなんか皆さんもなんかこの会社のこういうのが欲しいとかね、確かにハッシュタグで教えてほしいですね。うん、あー、一般企業、僕企業 T シャツ結構好きだから、なんか絶対やんないと思うけど、アップルとかどうするんですかね。おお、僕アップルの T シャツいくつか持ってますよ。ああ、それノベルティとかでしょ。うん、それユニクロと組んでさ。なるほどね。アップルはいろいろシンプルおしゃれにできそうだな。あのファインダーのロゴとかだけでもいいじゃないですか。うん、なんかすげえダサいの出して怒られてほしいね。アップル信者からさ。確かにそうじゃねえんだよ、ひらがなアップルみたいな出してる。ああ、
ダサい。一周回ってめちゃめちゃダサいみたいなやつ。いやいや、こんな感じでね、皆さん、こんな T シャツが欲しいと思った方は、はい。高評価とグッドボタン、お願いします。何それ。YouTube 。